私の願いを叶えて。はいでした。ありがとう妖精さん。人間のテレビって嘘ばっかだよな。あ、妖精は一軒に一人って決まってんだよ、アホらしい。楓のマジカルダイエット。オーケー、ベイベー、乗ってるかい？おいえ、おいえ、おいえ、あら？楓様？うん？それって結城様のプレゼントのブレスレットですわね。うん、学校から帰ると毎日はめてるんだ。私の一番の宝物。さらに涼さんでした。続いては白鳥愛ちゃんの登場です。白鳥愛ちゃんってスリムでかっこいいよね。ですわ。相変わらずスタイル抜群ですね。あ、一応プロですから。さすがですね。どうしたら愛ちゃんみたいにスリムになれるのか、女の子からの質問がいっぱい来てるんですけれども。それは、恋の力だと思います。え、私、学校に憧れていた先輩がいるんです。その人のために綺麗になるんだって思ったら、辛いエクササイズも頑張ることができて。そうだよね、綺麗になりたいって気持ちが女の子を綺麗にするのよね。私もミルモ様のために綺麗になりたいですわ。私もユウキくんのために頑張ってみようかな。そうだ、一緒にダイエットしようか、リルムちゃん。いいですわ、運動メニューを作って本格的にやりましょう。何がダイエットだ、くだらねえ。何よミルモ。だいたい痩せれば綺麗になると思ってんのが間違いだぜ。痩せたって元は変わんねえんだからな。ミルモに女の子の気持ちはわかんないわよ。このブレスレットが似合う女の子になるんだもん。頑張ろうね、リルムちゃん。はいですわ。ちょっとね、ジョギングでもしてみようかなって。運動音痴のあんたがね。本当はね、ダイエットしてるの。ゆうきくんのために綺麗になろうと思って。やるじゃない。ゆうきくんには内緒だよ。わかってるって。いい朝ね。今日は邪魔者の南さんもいないし。あれってリルム、あいつやけに早く出かけたと思ったら何やってるのかしら。はい、注目。ほら、そこ、こっちだ。よいしょっと。ここら辺はテストに出る。おい、リルム、なんで南と走ってたんだよ。なんでもありませんわ。私少々疲れましたのでお昼寝いたしますわ。スピースピー。ほら、南、目開けろ。はい。あんなにクタクタになるまで走るなんて怪しいわね。よしち、あの子がなんで急に運動なんか始めたのか調べるのよ。勝手に承知。さあ、放課後ですわ。張り切って午後のメニューにトライですわ。リルムちゃん元気だね。絶好調ですわ。シュッ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 。授業中ずっと寝てたもんね。さあ始めましょう。起き上がれませんわ。次はジョギングで町内一周ですわ。いたたたたた、すごい筋肉痛。リルムちゃん少しだけ休まない？負けちゃダメですわ、楓様。一日も早くダイエットに成功して結城様に綺麗になったお姿をお見せするんですわ。そうだよね、うん、頑張る。そう
ートですって？あはは、笑っちゃうわ。どんなに努力したって私にかなうわけないのに。でもわざと邪魔してやるのも面白そうね。それならいい手がある。少々金はかかるけどな。どんな？シュッ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 、ボディーブロー、ボディーブロー。綺麗になるため夜も寝ずに頑張りますわ。パン、何やってんだリルム。なんでもありませんわ。勇気様は構わずお休みになってください。そうか、じゃあお休み。お休みなさいませ。はい、ジャブジャブジャブ、そこへ右ストレート。入ったテンプルフリーミーパナコッタ。全然眠れなかった。ゆうき様、今日も一足お先に学校へ行きますわ。あいつ元気だな。またまた注目。ここよいしょっと。ここら辺もテストに出るかもしれない。いやいやいや、先生は嘘ついたことないだろうな。頑張っているようね、南さん。ご褒美に私が素晴らしいプレゼントをあげるわ。この調子で頑張りましょう。そうだね。ただいま。あー、お腹すいた。ご飯まだかな。毎日よくやるぜ。でも汗かくのって気持ちいいよ。ミルモも一緒にやらない？バカ言え。このスリムな俺様のどこにダイエットの必要がある。スリムね。楓、宅配便が届いてるわよ。え？手紙。南さん、綺麗になるために頑張るなんて素敵よ。応援の印としてこのケーキをプレゼントします。食べてね、日高。へえ、日高さんっていいところもあるんだ。早く食おうぜ。うん、いただきます。おいしい。やわぜ。拙者の作戦に間違いはないのだ。おはよう。今日はチョコケーキだぜ。ワンツーですな。今日はこれ届けて。悩みでもあるの？いや、最近眠れなくて。スピーン、スピーン。ねえ、ねえミルモ。うん、あのさ、最近ミルモ…カエデ様。ミルモちゃん、見てください。イチゴ1個分痩せましたわ。目標達成ですわ。わあ、おめでとう。嬉しいですわ。早速スリムになった私をミルモ様に見てもらいますわ。ミルモ様、ミルモ様。うるせえな、目の前にいるだろ。この風船喋りましたわ。誰が風船だ。ミルモ様、どうなさったのです、そのお姿は。ああ、何がだよ。よし、俺も久々に体重を測ってみるか。よっこらしょ。イチゴ10個分、2倍になってるじゃねえか。私も測ってみようっと。嘘、前より増えてる。おかしいな、あんなに頑張ったのに。なんだよな、なんで体重も。楓様、このケーキは？あ、これ日高さんが毎日届けてくれるの。
リルムも食えよ。原因はこれですわ。こんな大きなケーキを毎日食べたらカロリーの取りすぎですの。じゃあ運動で減らした分をケーキで取り戻しちゃったわけ？その通り。やっしまたてめえか。超高カロリーのケーキを食べさせることでダイエットを帳消しにするという拙者の名作戦なのだ。今度こそ許さねえ。で拙者に勝てると思うのか。勝負あったな、ミルム。ミルム様、ミルム大丈夫？嘘。ヤシチの野郎、ダイエットしてもう一回勝負してやるぜ。始めるぞ、カエデ。うん、まずは縄跳びからね。ぜおらおミルもすごい。助けて。それ、腹筋っていうのかな。しょうがねえだろ、太りすぎて体がもがらねえだよ。ミルモ様頑張っていらっしゃいますわ。私も何か協力しなくては。受け取り拒否？はあ、こちらにお返しするようにとのことです。じゃあ失礼します。こちらの誘惑に抵抗する気らしいな。だいぶ焦っているようね。その通り。もっと強引に誘惑してやれば相手は一気に崩れるはずだ。ところで、このケーキ捨てるのはもったいないわよね。そうだな、食べ物は粗末にしちゃいけないぞ。結構おいしいじゃない。いけるな。え、もう夜中の体操はしないのか。えい、お騒がせいたしましたわ。そうか、やった、やっと寝られる。じゃあおやすみ。おやすみなさいませ。リル、リル、リルムでポン。リルム、今夜から魔法の特訓ですわ。ユウキ様は構わずお休みになってください。私の魔法でミルモ様のダイエットのお力になるのですわ。ジュッシュ。おはよう。カエデ、腹減った、チョコ食わせてくれ。もう目標体重になるまで我慢するって決めたでしょ。もうダメだ、耐えらんねえ。頑張ろうよ、ダイエットが終わったらいっぱい食べられるんだから。はっ、ユキくん、おはよう。よし。大丈夫か？大丈夫、ちょっとよろけちゃって。お前無茶してるからじゃないのか。なんで毎日あんなに走ってるんだよ。え、なんでもないの、ちょっと運動してみようかと思って。本当にそれだけ。そうか、よ。あんまり無理すんなよ。うん、ゆうきくん心配してくれてるの？チョコの香りがする。チョコだ、間違いない。どこかにチョコがあるの。ミルモったら、学校にチョコなんてあるはずない。どこだよ。なにこれ。チョコケーキだ。待って、ミルモ、これは罠よ。あら、おいしそうなケーキだこと。きっと舌がとろけるような味でしょうね。無理しないで食べていいんだぞ。
ほれほれ、スリスリ、ほれほれ、スリスリ。いらない。そう。うお、チョコケーキ。意地を張ってられるのも今のうちよ。ところでこのケーキ、捨てるのはもったいないわよね。そうだな。食べ物は粗末にしちゃいけないぞ。あー、結構おいしいじゃない。いけるな。なんだよリルム、自転車なんかどうすんだ。私、一晩中特訓して自転車をダイエット器具に変える魔法を身につけたんですわ。へえ。さあ、自転車を漕いでください。魔法をかけますわ。とりゃ、とりゃ、とー、とりゃ、それ、とー、リル、リル、リルムでパーン。なんだ、別に何も起こらねえぞ。後ろをご覧ください。1秒間に5回ずつ漕がないとローラーに潰されますわ。よえ、効果抜群ですわ。もっともっと魔法を磨いてお二人のお役に立ちますわ。よえ。ミルモ、あと一周よ。授業が始まるまでに全部食べるのよ。勝手承知。あ、あん。うわー、止まるとモンスターちゃんに食べられますわ。もう満腹だぞ。お小遣い全部つぎ込んだのよ。腹筋旋回ですわ。シャレにならなくなってねか。ルイ、ルイ、ルイ。ダイエット？巨大ローラーに鉄球、はあ、あ、ゆうきくん。ゆうき様。カエデ様はゆうき様のためにきれいになろうと努力したんですわ。なんでそんな無茶するんだよ。え？外見ばかり気にしたって意味ないだろ。そんな無理な運動して体壊したらどうすんだ。ゆうきの言う通りだな。ゆうき様、楓様が綺麗になろうと思ったのはあのブレスレットが似合う女の子になりたかったからですわ。まあ努力するのは悪いことじゃないけどな。ゆうきくん。なあ楓、もういいだろう。チョコだ、チョコ食いてー。ものすごく増えてる。どうして？そりゃ運動もしないであれだけ大食いすりゃ体重も増えるわな。いやー。せーので食べようね。いいから早くしろよ。せーの、いただきまーす。これからは無理しないで食べましょうね。
ゆうきくんの部屋に入れるなんて得しちゃったな。さて、満足したところで屋敷との復讐戦だ。屋敷俺と、もう一回勝負しろ。ワンツー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 。あんたが変な作戦立てるからこんなことになるのよ。自分だってうまそうに食ってたじゃないか。だって本当に惜しかったんだ。今度にするか。拙者のせいにするぐらい大虫が悪いんだ。星空